グレールは2011年に打ち上げられたアメリカ航空宇宙局の月探査機。2機の探査機の軌道から月の重力分布を高精度で測定し、月の内部構造を、さらには月の歴史と進化を解明することを目標としている。ディスカバリー計画のミッションとして選定された探査機である。2機の衛星の名前は学生からの一般公募で、グレール映画、エブ。 グレール B はフローが選ばれた。マサチューセッツ工科大学のマリアズバーが、グレールの主任研究者で、ジェット推進研究所が計画を担当する。重力分布の測定技術は、地球観測衛星グレースで使用されたものと似ており、探査機の設計は、XSS-11 を元としている。デルタ2によるグレールの打ち上げ。グレールミッションは、 月の極軌道を周回する2機の探査機から構成される。各探査機は他方の探査機や地上施設からのテレメトリーを受信し、2機の間にある距離の差を測定することによって月の重力分布と地質構造を得る。グレールはデルタ2によって2011年9月10日に打ち上げられた。2機の探査機は燃料を節約するため直接月へ向かわず、 代わりに地球や月の重力を利用して飛行を続け、グレール A は2011年12月31日、グレール B は2012年1月1日につき周回軌道に到達した。1月17日、NASA は2機の探査機の愛称をエップ・フローとすることを発表した。エップとフロー w は軌道を修正した後、2012年3月8日から3ヶ月間の予定で、 化学観測を開始した。5月29日、主要な探査が計画より早く終了し、探査機は搭載機器の電源をオフにして、同年8月30日に始まる延長探査に備えることになった。2012年12月18日、残念量が少なくなったことから量探査機について、制御衝突による月面への衝突が実行された。グレール A については、 日本時間で18日午前7時28分51秒、グレール B については、その30秒後の29分21秒に、月面の北極付近のゴールドシュミット、クレーター近辺にある山の斜面に衝突して、探査を終了した。なお、衝突した場所については、アメリカ発の女性宇宙飛行士であり、グレール計画でも教育用カメラの搭載に、貢献するなど功績を残した。 サリーライドの名前を取り、サリーライド衝突点と名付けられている。ありがとうございます。